皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。皆さんは海外旅行に行ったことはありますか？海外旅行に行くというのは、言語も文化も生活習慣も違う異国の地に足を踏み入れるということ。そこには当然その国ならではのマナーやルールが存在します。例えばハワイではビーチでの飲酒が法律で禁止されていたり、シンガポールではガムを持っているだけで罰金を取られたり、タイでは子どもの頭を撫でるのはタブーだったり。海外旅行時の注意点として、その国ならではのマナーやルールは出発前にチェックしておくと良いでしょう。とはいえ、公共の場では騒がない、購入前の商品を雑に扱ってはいけないなど、大抵のマナーは万国共通。周りの人たちに気を配って最低限のマナーを守っていれば、問題になることはめったにないでしょう。ところが近年、そんな最低限のマナーすら守れないアジア人観光客が増えていて、観光地の人々は頭を抱えているんだとか。今回ご紹介するエピソードの主人公は、雑貨店を経営するイギリス人女性。彼女もまた態度の悪いアジア人観光客に店の中で傍若無人に振る舞われ、へきへきしているというのです。彼らは一体どこの国の人たちなのでしょうか？早速見てみましょう。イギリス人がアジア人観光客にブチギレ、パスポートを調べた結果。私の名前はエヴァ。20代のイギリス人で雑貨店を経営しているの。小さいけれどこだわりがいっぱい詰まったお店。自分の店を持つのは子供の頃からの夢だったから、それが実現してすごく嬉しいわ。店があるのはリバプール。世界的に有名なロックバンドビートルズが生まれた場所なのよ。だから彼らのファンが世界中から観光に訪れてくれるの。それから伝統あるサッカーチームレッツことリバプールも有名よね。この街は私たちの誇り、みんなが大切にしているわ。でも最近はちょっと困ったことが起きているの。昔は欧米人の観光客が多かったリバプールだけど、ここ数年あまり歓迎したくない傍若無人なアジア人観光客が急増しているのよね。どこの国の人なのかははっきりとわからないけれど、彼らはマナーが最悪。イギリスの文化や伝統、その土地の人たちが古くから大切にしていることなんてまるっきり無視なのよ。毎日のようにそんなアジア人ばかりが店に来ると正直うんざり。これが長年の夢だったお店を持つということなのかしらと時々考え込んでしまうわ。この前も散々な目にあった。自撮り棒を使って商品と私を勝手に撮影しようとするアジア人観光客。英語で注意しても通じないだろうと思って、イラストも書かれた撮影禁止の張り紙を指し示すと、何やら大声でわめき散らすの。びっくりして言葉を失う私。するとそれを了解と捉えたのか、再びやりたい放題よ。新品の T シャツを勝手に袋から出して試着し、口紅がついてしまったり、店内でジュースを飲んで商品にこぼしてしまったり。商品を袋から出さないで、汚したら買い取ってと怒っても、英語はわからないみたいなジェスチャーでニヤニヤするだけ。店を手伝ってくれているおばさんは、昔の外国人観光客とは変わってしまったわねと嘆いていた。たくさん買い物をしてくれるのは店としてはありがたい。だけど彼らは声が大きいし、団体で店に来られると他のお客さんは恐れをなして出て行ってしまう。店は儲かっても、それと引き換えに大切なものを毎日失っているような気がしたわ。だからアジア人に対してはいいイメージは全く持っていなかった。そんなある日、あるアジア人のカップルが店にやってきたの。二人は静かに話しながら商品を見ていたわ。おかしいわね。あのアジア人、ちっともうるさくないし、なんだか謙虚に見えるわ、と小声で言う私。するとおばさんは、多分、日本人だからよ、と言った。
確認してみようと思った私は、日本の方ですか？と彼らに英語で聞いてみた。二人とも英語が通じるようで、男性が東京から来ましたと答えたわ。私たちリバプールが大好きなんですと恥ずかしそうに言う女性。彼らはビートルズが縁で結婚して、新婚旅行で憧れのリバプールに来たとのことだった。新婚旅行の日程はほとんどがリバプールに滞在。そんなにこの街をリスペクトしてくれるなんてと感激しちゃった。普段店に来る失礼なアジア人たちとは大違い。商品の説明もしっかりと聞いてくれて、少し高価なペアグラスを購入していったわ。あー、なんていい気分なのかしら。私はすっきりとした気持ちで、上のフロアにある母が経営するレストランへと向かった。ところが店内は騒がしい様子。何事かと思ったら、仲がいいはずの母とおばさんが口喧嘩をしていたの。落ち着いてと仲裁しつつ、何があったのかを聞く私。すると母はこう答えたわ。連日失礼な日本人観光客が夕食時に来ては店をめちゃくちゃにしていくの。大量に注文しておいて食べきれずに平気で残すし、大酒を飲んで大騒ぎ。しかも食べ方が汚くて、床なんてゴミ箱扱いよ。だから母は、もう少し小さな声で話していただけますかと注意したのだそう。すると今度は大声で歌い始めたらしいわ。そして店を出る前に、金さえ払えばいいんだろ、俺たちは日本人だと偉そうに言っていたんですって。そんな状況だから、最近は常連さんたちも店に来たがらないみたい。アジア人が店にいるのが分かると、ドアの前で引き返してしまうそうよ。そんな日本人嫌いの母におばさんは、先ほどの素敵な日本人夫婦の話をしたの。そしたら、この嘘つき、嘘なんかじゃないわって喧嘩になっちゃったわけ。私は母に、その迷惑なアジア人は本当に日本人なの？パスポートは見た？と聞いてみた。すると、本人がそう言っているんだから日本人に決まっているわ、と驚きの答えが返ってきたわ。だから私は反論した。それってママが日本に行って傍若無人に暴れてから、私はドイツ人よっていうのと同じじゃない。私たちはヨーロッパ人なら大体どこの国の人かわかるけれど、アジア人はみんな同じに見える。国の違いなんてわからないだろうと舐められて嘘をつかれている可能性もあるわ。母の話を聞いていると、そのアジア人たちは明らかに迷惑行為だと分かってやっている感じがした。もしかして日本人への嫌がらせじゃないかしらとも思ったわ。だって聞かれてもいないのに自ら日本人と名乗るなんてちょっと変だもの。その時、店のドアが開く音がした。振り返るとそこにいたのは、私の店に来た日本人夫婦。おばさんが、上の階にあるレストランも美味しいからぜひ来てねと勧めたから本当に来てくれたのよ。いらっしゃい、よく来てくれたわねと喜び、席へと案内するおばさん。だけど母は二人を見極めているのか、腕を組んでギロリと睨みつけていた。その表情はとても怖く、お客さんに対する態度とは思えなかったわ。今までに起きたことを知らない二人は戸惑っているようにも見えた。そこで私は思い切って、この店で最近起こっていることを話してみたの。彼らが自分たちは日本人だと自ら言っていたことも話したわ。すると奥さんの方が、失礼ですがパスポートはご覧になりましたかと聞いてきた。見ていないわ、彼らの自己申告よと答えた私。そしたら彼女は、日本人は聞かれてもいないのに日本人だと名乗ることはほとんどないと思います。でもそんなことがあったのなら、私たち日本人が来るのは不愉快ですよね。ご迷惑にならないように帰らせていただきますと言って席を立ってしまったの。待って、そんなことを言わずにぜひ食事をしていってほしいわと止める私。しかし旦那さんは、僕たち夫婦にとってこの町は聖地なんです。僕たちがいくら楽しいからといってこの町の方々に不快な思いをさせるわけにはいきません。その無礼な日本人に代わって僕たちが謝りますと言って、奥さんと共に店を出て行こうとした。
その時4人のアジア人が店に入ってきたの。あ、この前のと母が険しい顔で言ったから、彼らが迷惑なアジア人だということはすぐに分かったわ。すると日本人夫婦が彼らに近づき、おそらく日本語で何かを話しかけたの。彼らは皆罰が悪そうな顔をしていたわ。彼らのうちの一人はリュックを背負っていた。リュックのポケットから見えたのはパスポートらしきもの。腹が立っていた私はとっさにそれを取り上げた。パスポートを見ると彼らは日本人ではなく中国人。やっぱり嘘をついていたのね。私がパスポートを返すと彼らはぐちぐちと何かを言いながら店を出て行った。なりすましだったんですね。日本人じゃなくてよかったですと嬉しそうにする日本人夫婦。母は、先ほどはいきなり睨みつけてしまって本当に申し訳ございませんでしたと謝罪していたわ。そしたら彼らは、全然気にしていないから大丈夫ですよ。それよりさっきは帰ると言ってしまったのですが、やはりディナーをいただいてもいいですかと言ってくれたの。もちろんです、ゆっくりしていってくださいねと母は喜んでいた。とっておきのイギリス料理でもてなすと、とても美味しかったですという二人。もちろん食べ方も中国人とは違って上品で美しかった。食べ終えた彼らに母は、よかったらどうぞ、先ほどのお詫びですと言ってキャロットケーキを出したわ。すりおろした人参を生地に混ぜたキャロットケーキはイギリスでは定番のスイーツ。母が作るキャロットケーキは絶品なのよ。リバプールはサッカーが盛んなのをご存知かしら。それで私は思い出したの。ワールドカップの時に日本チームや日本人サポーターのマナーが素晴らしかったとニュースで取り上げられていたことを。そんな日本人が他人に迷惑をかけるわけがないわ。簡単なことに気がつかなくて本当にごめんなさいね。そう言って頭を下げる母。すると彼らは、いい思い出になりました、ありがとうございますと言ってくれたの。帰り際には、またいつかリバプールに遊びに来ますね、僕たちはこの街のことがもっと好きになりましたとも言っていた。やっぱり日本人は人間性が素晴らしいと思ったわ。中国人もちょっとは日本人を見習ってほしいわね。エヴァさんのエピソードは以上になります。それにしても中国人のマナーはなぜこんなにも評判が悪いのでしょうか。その理由として古くから言われていることの中に、中華思想というものがあります。これは黄河の中流域で農耕を営んでいた漢民族の間に早くから根付いた価値観であり、自国が世界の真ん中という自負と他国を蔑む発想から生じた思想。自分たち以外は敬意を示すに値しない劣った存在であるから、マナーを気にかける必要はないという理屈が生まれるわけなんです。私たち日本人の感覚からするとちょっと理解しがたい考えですよね。ところでアジア人観光客のマナー問題については海外のネット上でもたびたび話題に。外国人ネットユーザーからは数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。日本人や日本の文化はヨーロッパやアメリカではアイドル化され称賛されているの。一方中国人はその逆で、正直言ってあまり好かれていないわ。私は中国人だけれど、ヨーロッパの国々を旅行した時にそれをすごく感じた。日本人だと偽れば中国人よりも友好的に接してもらえるから、なりすましが多いんでしょうね。中国人と韓国人と日本人の見分け方、そんなの簡単だよ。うるさくてずっと喋り続けているのはほとんどが中国人、失礼でガサツなのはほぼ韓国人、そして礼儀正しくて丁寧なのは大抵が日本人さ。僕はフランス人だけど、中国人も韓国人も日本人も皆同じに見えて違いがわからない。全員同じアジア人でしょって思ってしまう。そう思っているヨーロッパ人はきっと僕以外にも多いんじゃないかな。オーストラリア人も海外を旅行するときはカナダ人だと偽ったりする。案外よくあることだと思うよ。
海外の日本食レストランは韓国人や中国人が本当に多いよね。そして彼らは日本人になりすましている。その態度の悪さから日本人ではないことがバレバレなのにね。まとめ。インターネット社会における大きな特徴の一つとして匿名性があります。ネット上では自分の正体を隠して別人になりすますことが可能。そして中国のネット上では日本人になりすます人が少なくないそうです。中国人はなぜネット上でも観光地でも日本人になりすまそうとするのでしょうか。中国のある Q&A サイトがその理由を尋ねたところ、日本人に興味のある中国人が多いから、中国人であることに劣等感を抱いているから、自分に自信がないからといった回答が寄せられました。また日本好きの人たちの市場規模は決して小さくないからという意見もあり、実利目的で日本人を装う人もいることがうかがえます。もちろん全ての中国人のマナーが悪いわけではありませんが、中国人観光客のマナーが世界中で問題視されているのは確かな事実。悪い評判が撤回されるまでには時間がかかると思いますが、これ以上世界の嫌われ者とならないようにマナーに対する意識を高めてほしいものですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。